全国では年間2万人、倉敷市では年間60人以上。この数字は一人で悩みを抱えたまま自ら命を絶った人の数です。性別で見ると男性が多く、年代では40歳代、50歳代が多い状況となっています。若い世代においては死因の第1位が自殺です。自殺の原因はうつ病などの心の病気、仕事や家庭の問題など様々なストレスが引き金となっています。自殺に向かおうとする人のサインに気づき、声かけを行い、相手の気持ちに寄り添って話を傾聴し、必要な支援につなぐ人のことをゲートキーパー、命の門番と言います。大切な人の命を守るため、周りの人の気づきが不可欠です。あなたの身近にいる人が悩みや問題を抱えていることに気づいたら、まずは勇気を出して、何かあった？よかったら話してみて、など声をかけてみてください。そしてその人が悩みを話してくれたら、話をそらしたり、否定したり、安易に励ましたりせず、じっくりと聞き、大変だったね、話してくれてありがとう、など伝えてください。必要であれば相談窓口を紹介してあげてください。その後も何かあったらまた話してと寄り添い、温かく見守ってください。過度なストレスは心のバランスを崩すきっかけとなります。ストレスが積み重なると心理面や身体面、行動面にサインが現れるので、そのサインに早めに気づいて対処することが大切です。心理面でのストレスサインには、イライラする、怒りっぽい、不安感、無気力、気分の落ち込み、集中力の低下などが挙げられます。行動面では、酒やタバコの量が増える、過食、多動、遅刻や欠席、人との交流を避ける、趣味や外出をしなくなる、などがあります。ストレスに対処する方法として、快適な睡眠をとる、生活リズムを整える、自分に合ったリラックス法を持つ、体を動かすなど、食習慣を見直してみることも必要です。いろいろ試してみるものの、毎日の生活に充実感がない、これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった、以前は楽にできていたことが今は億劫に感じる、自分が役に立つ人間だと思えない、わけもなく疲れたような感じがする、といった状態のうち、2つ以上が2週間以上ほとんど毎日続き、辛い気持ちになって生活に支障が出ている場合は、うつ病の疑いがあります。そうした場合には、早めに医療機関や専門家に相談してください。溜め込んでしまったものを誰かに吐き出すだけで楽になれることもあります。また、悩みを誰かに話すことで、自分の悩みを整理して考えることができます。身近にいる信頼できる人に話してください。信頼できる人というのは、自分の話を批判せず、最後まで話を聞いてくれる人です。悩みを相談することは、決して恥ずかしいことではありません。勇気を出して相談してみてください。3月は卒業や進学、昇進、転勤など生活の変化が起きやすい時期であり、1年間の中で最も自殺者が増える傾向があります。周囲の人の変化への気づきが求められます。倉敷市では平成30年7月豪雨災害で被災された方々が今でも多くの問題を抱え生活されています。また、おととしから続く新型コロナウイルスの感染拡大により、不安感や経済的な困窮などが重なり、自殺のリスクが増大することも危惧されます。かけがえのない命を守るために、あなたの勇気と行動が必要です。